こんにちは、ビハイアナのとこいです。私たちはアニメ、ゲーム、漫画業界発展のために、えー、落ョ日や、落ジといったサービスを運営している会社なんですけれどもあの、それとは別に一つ社風としてですね、あの、すごくみんな読書好きっていうか、まあ、後ろいっぱい本ありますけど、まあ、あの、毎朝本読んでから仕事しようっていう、そういう会社であったりするんですね。えー、それでですね、えー、すごくいい本があったので、僕も、あの、おすすめあの、おすすめしたいなと思ったので、 あのまあ、読んでる中でいいあの面白かった本っていうのを取り上げようと思ったんですが、これいいですよ。東大教授が勧める、あ、教えるか、独学勉強法っていう本ですね。これ、僕はあのすごく好きな本でした。えー、とこれはですねあの、この方は高校に行ってないんですね。通信制大学から柳川,柳川さん。